こんにちは、ビクショーです。今回は、神奈川県川崎市の首都高速湾岸線で、ポルシェと乗用車が衝突した事故で、2人が病院で亡くなった事故に関して、加害者の彦田義行容疑者を特定していこうという動画になります。スピードを出しすぎちゃったといって、事故を起こして、逮捕されて、そして被害者側2人を死亡させたということで、なんだろうね、過失運転傷害ってそんな罪重くないんですよね。殺人と変わんないと思うんですけど、なんで同じ思いというか、自分もそうならないと分かんないと思うので、どんどん特定していこうと、こういった事故とかまた再度起きないように、そういったことをしていこうという試みをしています。なので知っている情報ですね、もしよろしかったらコメント欄でもいいですし、 Twitter のダイレクトメールでも Yahoo メールでも構わないので、情報をお待ちしています。なんか亡くなられた被害者の方だけじゃなくて、家族とか、また友達、親戚、また仕事場の同僚とか、いろいろと被害というか、その人だけじゃないんで、そういった事故とかもなくしたいなって思います。こんなスピードを出しすぎちゃったっていうふざけたバカみたいなやつをまたどんどんと出さないように、ここで食い止めるというか、そうした試みをしていきたいと思うので、協力をよろしくお願いします。はい、ということで今回は、神奈川県川崎市の首都高速湾岸線でポルシェと乗用車が衝突し、乗用車の2人が亡くなった事故について、その加害者を特定していこうという動画でした。それでは、ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。